こんにちは。やっほー。こんにちは。こんにちは。じゃん。アイス食べます。こんにちは。うん、まっ。今日はですね、久々のもう何もない一日、何もない日だったので、お家でダラダラ過ごしてますはい、なんかね、もうね、ありがとうございます。皆さん、昨日は久々の半年ぶりの公演に出させていただきました。半年ぶりの公演で100回目の公演に出させていただきました。もうね、あとっておきの太陽は、はいと何が話したかったかと、もうね、もう本当に久々すぎて、あの、もう筋肉痛がすごいでございます。もうここ、もう首も全身筋肉痛、全身筋肉痛です。ほんとだ、ありがとうございます。タワー、ありがとう。タワー、ここにありますありがとう。そうで、もう今日も筋肉痛がすごくて、昨日の帰りが本当に帰れなくて、例えば10分進む、いつもだったら10分進む距離を30分かけて帰ってましたでもなんかそれよりも楽しかった方がでかかったんで、もう野球最中はもうね、そんなの全然痛くなかった、余裕でした。はい。って感じです。すごい楽しかったね。もう歩くときはもう筋肉痛がもうひどくて、でも楽しかったな。超健康しか、あ、なべちゃんが、そうですね、今日だね、多分 E 公演に出ています。初の E 公演ですね。で、そう、あったもん、レッスンなのも、うん、その昨日の練習してたんですけど、本当に会えました、なべたんこ。久々アイドルしてるって感じした。しますか。あ、そう、なんかなべちゃんがなんか小芝居するって言ってました。そういえば寸劇みたいな見たかったな、うん、S 公演楽しかったです。
ます。やっぱりすごい。さあや、ありがとう。泣いちゃう、泣いちゃうよ。美味しいですガリガリ君。ハーレムとか空気さえに会う機会が全然ないので本当に。最近ずっとガリガリ君好きでさ、ガリガリ君食べてるけど当たんない。今日も夏って感じがしました。すごい夏って感じがしたけど、あれだね、なんか涼しさも感じる。当たるまで挑戦したら、私最近聞いてください、なんかもう重いのが食べれないんですよ。なんか重い系が食べれなくてすぐ胃もたれしちゃう。なんか焼肉とか食べてももうすぐお腹がいっぱいになっちゃう。食べ終わったらすぐお腹痛くなるし、夏だからかな、そうかも。お前でめっちゃ悔しくて、なんかそのいい焼肉屋さんに前行ったんですよ。したらで普通にお肉頼んだ、タンを2枚ぐらい食べて、でその後にカルビを1個食べたんですよ。もうそれだけですごい気持ち悪くなっちゃって、なんかもう悲しかった。全然食べれなかったんですよ。今日悲しかった。せっかく いいお店行ったのに悔しいです。本当に悔しい。胃が気にさくなったのかな。なんだろうね、何でダメなんだろう。ごちそうさまでした。すまっぱい。やっぱ美味しいですね。ガリガリ君が最近本当に好きすぎてびっくり。コスパいい女です。コスパがいい女。いくなります。顔が薄すぎて。そう、夏は痩せるタイプ私。そうなんです。夏めっちゃ痩せる人かな。もう本当に疲れました。なんか何もしないのに筋肉痛のせいで疲れが見られますね。よいしょ。ガリガリ君めっちゃ家にあります。そう、夏は大好き別に。だけどそうだから痩せるし大好きみたいなとこはありますよね。熱中症とか気をつけてね。ありがとう、ありがとうございます。顔がね、なんかわかる。今日なんか顔が疲れてるから前って感じだけど元気です。めちゃくちゃ超元気。もう今日一日中超だらけてるんですよ、こんな感じで。あ、危ね。最近ね、パソコンを
携帯ね、パソコンを入手したので、なんかパソコンをで YouTube 見たりしてます。音楽聴いたりしてるかな。他なんかしてたかないの。他はしてないと思う。一生聴いてます。携帯の影ができちゃうなみたいな。反対側の方がいいのかな。よいしょ、ちょっと携帯を変えます。こっちだったらどうですか。あ、充電してるんだったよ。パソコン使えます。パソコン使えますよ。よいしょ。パソコンは使えるけど、よいしょ、パソコンは使えますけど、パソコンはあれなんていうの、 YouTube しか見てない。 YouTube 用のパソコンみたいなそこはありますね、はい。なんかで昨日本当はあれなんですよ、ショールームしようと思ってたんですけど、なんかクマすごっみたいな感じですね。怖い。なんかえ、やだ、見ないでそんなに、お願いって感じなぐらいクマが今日やばい。なんで光の加減ですか。光の加減って言ってください。なんか見れなくなっちゃった。なんか今日すごくない。でもさっきのいつだったらそうでもないのにね。ほらこう見るとそうでもないのに、やだやだやだ、光の加減だね。いや、じゃあ座ります。座ります。よいしょ。てたっけ携帯、え、こんな感じでしたっけ。え、なんかめっちゃ低いんだけど、どうすればいいですか。携帯の位置が悪すぎる事件。いや、あ、こうすればいいんだ。します。うん、落ち着いた。そう、うつ伏せスタイル。お兄ちゃんが最近なんかスピーカーで音楽聴けるやつをなんか買って、超聞こえる。今日の家は治安が悪いです。目痛い。いや、皆さんは今日何してるんですか。今日は日曜日ですね。そう、昨日ハーフツインであれ公園に出ました。いかがでした。昨日の声見てやっぱりナノちゃんのパフォーマンス好きだなと思って、え、嬉しい、ありがとう。もう超ね、でもやっぱりね、ナノは
生で見てほしいなっていうのがでかいかな。手羽たこ見ました。手羽たこです。楽しかった。 MC もすごい楽しかったし、久々ね。ハミさんはなんであんなに楽しそうに踊れるの。楽しそうに踊れるっていうか、楽しく踊ってます。はい、ルーちゃんとの絡みが面白かった。ルーさんが誰なの。あれも面白かった。誰なの。ひなのなの。そうだ、見ていてください。10秒待ってください。どこだ、よいしょ、見て。誰ばいの下りあったんだ。誰ばい、こちら、じゃん、見て、これもお部屋に飾りたいと思います。じゃーん、じゃじゃーん、見えます。じゃん、あ、自分のショールームが映っちゃう。 こうすればいいのか関係ないですね。こういうね、内側で見えますか。とね、SKE48 チーム S 昇格、2020年3月1日、あーみなのさん、ひなぴおめでとう、あーみなのファン一同からいただきました。ありがとうございます。すごくない？今全部飾ってあるんですよ。あれは生誕でもらったやつで、あれはアンダーデビューかな。で、あそこにはあれ、なんだっけ、アンダーと多分初公演のも飾ってあります。で、これちょっと見てこよう、何が飾ってあるんだろう。これも置いてくる。ね、何飾ってるかな。これが多分誕生日なんだよね。これがなんだ、重ねたシアター公演アンダーデビューおめでとうございますってやつと、これなんだろう、これは1年経ったやつだ。1年経ったやつが飾られてます。すごい、これは確か誕生日だった気がする。そう、飾ってあります。置いてきました、そこに。アンダーデビューと、あと1年ひなのが好きになって1年経った時のお花を飾ってあります。という間ですね、本当に。ネイル変えました。ネイル変えてから3日ぐらいで1個折れちゃって、あ、ひなの歌唱力出ます。急な報告。しかも結構前に行ったのに、はい、立候補させていただきました。イエーイ。そう、なんか皆さんの声もいただき、なんか自分の楽しくやれたらいいなと思い、ちょっ
と挑戦してみようって感じで出ることにしました。頑張りたいと思います。でも難しそうだけど、香水別に君を求めてないけど、なんかリップがこれ聞いてください。昨日さ、別に君を求めてないけど横にいられると思い出す君のドルチェ&ガッバーナのその香水のせいだよ。練習で配信で歌おう。でもこれ48グループの曲しか歌えないんですよ。だからで、なんか予選曲になんかあれなんですよ、選べないんですよね、課題曲みたいなのがあるらしくて。イエイ。あなたの右肩、私の頭を傾けて、ちょこんと乗せたら。え、課題曲って向こうから出されるんじゃないんですか？わかんない、全然私もわかんなくて、どんな感じなんですかね。イエイありがとうございます。すごい、ずっと私をサングラスでさりげなく手招きしてくれた。何歌おうかな、何歌うんだろう。なんか全然実感湧かないからね。って感じ。少し背の高いあなたの耳に寄せたおでこ。なんか届きました。お家ありがとうございます。お家を、よしよしよし、ありがとう。パプリカパプリカ花が咲いたら晴れた空に種をまこう。イエイ。今日はもうほんとすっぴんすぎて映えない顔が。イエイ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 。レニーブルーも終わったはずなのに、レニーブルーなぜ置いてかれるのみたいな。君の幻タタタタタタフフフフフ。雨、あ、もう終わっちゃう。ありがとう、ありがとうございました。あれ終わんなかった。終わらないタイプもあるんですね。鱗をなんかキーを上げて歌うのが好きです最近。あー君に今会いたいんだ、会いに行くよ、たとえどんな痛みがほら押し寄せても。おーおー、鱗のように見
にまとったものは捨てて泳いで行け、君のもとへ、君のもとへ、それでいいはずなんだ。ナノの最近好きな曲は裸の心です。裸の心が好き。裸の心を歌えるようになりたい。なんだっけ、裸の心の歌がすぐ出てこなくなる、好きっていう割に。一体このままいつまで一人でいるつもりだろう。だんだん自分を憎んだり、誰かを羨んだり、いつかいつかと言い聞かせながら今日まで、たくさん愛してきた。そして今もこの恋が実りますように、少しだけ少しだけそう思わせて、今私恋をしている、裸の心抱えてっていう曲が好きでですけど、終わんないですねこれが終わんないと歌っちゃうんですよ。これが終わらないですね。裸の心抱えて、そう、ひなのなんか白系の歌い方らしいですねマカロニ鉛筆めっちゃ好きです。ねえ、もう一度だけを何回もやろう。そういうレモンパイのねラップのとこが好き。へい、おいら江戸っ子で、おりますわ。へい、おいら江戸っ子で、たねんたてててマジだせ、叱ってくれ。本当にこんなこといつまでやってんだって話。ラララララ、歌っていいですよね、一生歌ってたい。あ、終わっちゃう。5、4、3、2、1、ありがとうございましたありがとうございました。へい、おいら江戸っ子でい、ソロコンサートどんな感じなんですかね。楽しそう。でもうん。
指パッチに乗らないんですよ私。練習してんのに、超練習してなんなら癖でこうやってやってんのになんないんですよね。歌唱力予選通過したら生バンドで歌えるよ。何それ強っ。あーごめんなさい。100楽しい。それは君がいなくなった日々もこのどうしようもない気だるさも心と体が喧嘩して頼りない僕は寝転んで猫になったんだよな。君はいつからと現れてくれ何気ない毎日を君色に染めておくれよ。ネイル怖いですか？全然怖くないです。怖くないですよ。これは夏だから夏をイメージしただけでございます。全然キュンですって感じです。大丈夫です。キュンですっていう感じなので全然怖がらないでください。キュンですをイメージしました。大きな玉ねぎの下でって何ですかそれ。テンテレレンキュンです、テレテレンテレテンキュンですみたいなのありますよね。歌ポケットからキュンです。目だけで会話します。皆さんは何してるんですか。TikTok あんま見ないんですよね私。 TikTok 見ない系女子なんですよ。あみんなにみんなにねあれ見てほしい。アルマゲドン見てください。アルマゲドン見て超泣ける。アルマゲドンは何代なの2回目なんですよ最近見たの。なのにまた泣いてもうた。なんかもうかっけえって感じです。あとは最近何見てるかな。くしゃみでそうそう分かってても泣いちゃう。タイタニックみたいなレベル。タイタニックはなの5回見ても全部泣いちゃうレベルのいいやつ。あれはあれは良きですね。疲れました。ここにやろうね。どういう体勢。首が疲れました。お父さんが扉閉めるシーンね。わかります。えすごいなんかハートが出てる。ひなのからポケットからキュンです。筋肉痛どれぐらい残るんだろう。やだな残ったら。ポケットからキュンです。イノピアこんばんは。だってこんばんはこんばんは。
ヨギボーで寝たら体痛くなります。おすすめしません。くしゃみでそう。タイタニックの老夫婦と音楽隊、あーわかる。音楽流しさ弾いてる人さめちゃくちゃいいよね。だから自分たちが逃げるってよりも音楽を取るっていうかっこいい。みっちゃんが知らんけどって言葉も学んだらしい。何それで今のも最近のハマってる言葉は暇やしなんかしようみたいな。暇やしなんだっけな、例えばなんだろうな、暇やしっていう、ね、ご飯ちょうだい暇やしみたいな暇やしショールームしてもろてそう暇やしショールームするわみたいな。そう何にでも暇やしをつけるんですよ。まあ帰るわ暇やしみたいなそんな感じです。名古屋弁は勝手に作りました私が。勝手に使ってます。暇やしって。ポニーテールしてほしいです。暇やし、もう暇やしポニーテールしようかな。アオミさん押すか暇やし。そう使い方合ってる。暇やしアオミさん押すわみたいな。そういうことです。そういうことで使い方皆さん上手ですね。そういうことです。暇やしなんとかするかみたいな、ぜひ使ってください。丸亀食ってて今来たでござる。いいね丸亀生命ってさ。痛い、くるぶしぶつけた、痛い、なえた。丸亀製麺ってさあれ時々食べるとなんかすごいもう本当に中毒になりますよね。こんにちはこんにちは。昨日も靴壊しちゃって、私って靴壊す達人なのかな、悔しい。揚げ玉いいよね。揚げ玉好きです私も。なんかおすすめの映画とかないですか、ドラマとか。ただラブが溢れるよ今夜、てかラブが満たそうよ今夜。心のここの場所がパンにメロンのジャムを塗ろう。クローズ見たことあります、私面白かった。半沢直樹は見たことないな。なんか半沢直樹はあれ難しそうなイメージ。カセットテープダイアリー、何それ。ソードアートオンライン、へえ。カセットテープダイアリー、ソードアートオンライン、そんなのあるんですね。どういう系、ひなのガチャ求めるのは泣ける系。これが4000人になったらやめようと思います。
ける系がいい。え、私を話さないでってさ、誰の映画だっけ？誰が出てますか？なんか聞いたことある。幸せの隠れ場所。え、待って、覚えられない。ちょっとパソコン持ってくる。ありますね。はいはいはい。ちょっと何が、その今のが映画を見てるアプリ、携帯でも見れるんですけど、パソコンに入ってるやつ、あ、でも両方見れるかな。U-NEXT とあれ Netflix、 どっちがいいですか？どっちなら、U-NEXT の方がいいかな。 U-NEXT にしてみますね。ちょっと待ってね。パンにメロンのジャムを塗ろう。みっけっけ。何がおすすめですか？何がおすすめですか？Life is beautiful。 何ですかそれ？ Life is beautiful。 聞いたことないかも。あ、君の膵臓食べたいは見たことあります。あれも泣けますよね。泣ける話。あ、4月は君の嘘も聞いたことある。でもなんだかんだ見れてないかな。あ、え、私の頭の中の消しゴム見て、あれ見たことあります。私、え、頭の中のあれですよね、韓国の映画ですよね。それもすごい泣けるし、すごいいいです。いや、おすすめですよ皆さん。頭の中の消しゴムは結構前の映画。そう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 、もうルーキーズはもう良すぎた。シンプルそれ、キーズはシンプル本当に良すぎたので。そう、何がいいかな。何か見たいんですよね。何かおすすめありますか？ジャンルは、泣ける系。あ、コードブルーはもう全部見ました。僕のワンダフルライフ、僕のワンダフルライフ調べてみますね。僕のあ、これか。なんかさ、泣けそうな感じがする。どういう話だとですね、見どころ、犬ベイリーの声をアナと雪の女王でオラフの、あ、これは違う、オラフの方がやってるんですね。あの、ある夏の暑い日、ゴールデンレトリバーの子犬ベイリーは車に閉じ込められ苦しんでいるところ、8歳のイーサンと
彼の母親に助けられ感激する。その後 E さんのママが渋るパパを説得し、晴れてベイリーは E さん家の一員となった。一員となりみたいな、その後が気になりますね。なんだろう、面白そう。面白そう、これ見てみようかな。なおちゃんただいま、おかえり。あの日見た花の名前を、あの日見た花の名前を僕たちはまだ知らない。なんか聞いたことあるぞそれ。あれで、あの日見た、あ、アニメなんですね。あ、知ってるぞこれ。メンマみたいなやつだ、合ってます？メンマみたいなやつですよね。合ってますよね。メンマだ、メンマ。確かになの、これはちゃんと見た覚えはないけど、ところどころならあります。実写もありましたよね。でもここにはね、 U-NEXT にはねアニメしかないです。でもなんかこういうのってアニメいい説みたいなのありますよね。漫画とかよく言いますよね。きっと実写は実写で面白いのがあると思うんですけど、面白い、私も好きですし、実写版とかも。君と夏の終わりだ、あ、そうだ君と夏の終わり、将来の夢、大きな希望を忘れないのやつですよね。チーム初恋お疲れ様、ありがとう。ね、そうだよね、思い出しました。懐かしい、なんか懐かしいです。君とタタタタラタラタタラ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 タタ、最高の100回目公演おめでとうございます、ありがとう。思い出を、僕の彼女を紹介します。何それ、初めて聞いた。おー、ミスター、僕の彼女、お、出てこなかった。万引き家族見たことありますよ、見たことあります。やっぱり映画ってやっぱ、あ、なんか愛の不時着はすごい面白いって聞きました。聞きました、聞きました。なんかみんな泣けるって言ってた、鬼涙みたいな言ってました。人気ですよね今。あ、そう、海猿見たかったんですよ。海猿見てみたかった。
その海猿に似てる252っていう消防士のその映画を見たんですけど、海猿は見てない。海猿はなんかもう音楽がいいってイメージだから、絶対あれ映画もいいんだろうなって思います。じゃあそろそろ終わりましょうかね。陸猿ならここにいますかっこいい。陸猿ってことはあれですか、あ最近なんか自衛隊の方が歩いて帰ってるのを初めて見て、その時になんか本当に自衛隊の方って全身あの格好してるんですね。なんて言うんだっけ、迷彩柄、そう普通の猿じゃんえあれじゃないんですか、あれだと思ってました。なんて言うんだっけ、なんて言うんでしたっけ、その陸上自衛隊とか、え、そういうことですよね。そう迷彩服を着ててびっくりしました。本当にナナを応援してるよ、ありがとう、キュンですキュンです。陸上自衛隊かなが迷彩服着てたので、なんか本当に着てる、なんか映画でしかとかあれ見たことなかったのですごいびっくりしました。山猿でした山猿だったか、面白い。すごいなと思いました。本当に綺麗。綺麗あ、手が見えなかったですか、ありがとうございます皆さん、本当に長い間、私結構今日長くやったんじゃないですか。出席番号2番になったことないです私、あれ私1番しかない。53分、じゃああと7分やります。すっぴんです今日は。そうずっと出席番号1番で、もうねもう超嫌だっただってさ自己紹介とかでも1番なんですよ。そうだから超嫌でした。そうですね、相川さん花野さんがいたら2番でしたね私は。自分ずっと最後で嫌だった。なの逆にさあれ1番なんていうの、一番最後の方とかすごい羨ましかったです。劇場広めの一番、そうだね懐かしい、そうです一番に実機場劇場のお披露目も一番でした。選べるならひなのはずっと松岡とか田中とかが良かったです。出席番号1番誰なの、ひなのなのひなのなの
いつも真ん中いいな、真ん中が本当に羨ましかった、めちゃめちゃ羨ましかった、真ん中の一番後ろの席とか超羨ましかったです。九鬼はあ行多いね、青海あーかほり、あらの、あはもういないかな、もういないかもしれない、でもあ行だからあれか、池田、石川入内島、そう S に昇格した人はみんなあ行なんですよ、青海あらの赤堀あらのか、そう、太平洋コンビですよ、太平洋コンビはさやかちゃんと、トリプル A やん本当だ、トリプル A でございます。最近昨日かな、昨日その公演終わった後にたまたま10期生の断って、すごい緊張しました緊張した、すごい遅くまでねレッスンしていて偉いですね。海さんの配信見るの緊張します、なんでなんて呼ばれるんだろうね、わかんない、でも本当に今この時期だし、本当にそうやって会うのも本当になかなかないので、やっぱり久々すぎて緊張しました。ひなのさん、なんて言われ、殴った殴らないですよ、今日猫感強い、本当ゆこにゃんさん、ゆこにゃんさんは確かにステージで青海さんって呼ぶんですけど、裏で一回か何回かひなのって呼んでくれてキュンですしたキュンですしました、やばい、あと充電がね 20% でした、キュンですでした、よくにゃんさんも何でもさんつける、確かにツイッターさんってでも礼儀正しいのはすごいいいことだし、別に悪いことじゃないだからすごいいいですよね、本当にすごい礼儀があって素敵だと思います。そう、不意の呼び捨ては上がった上がるよね、でも昨日はオルズさんもひなぴよって呼んでくれるし、あれひめたんも、ひめたんなんて呼ぶんだろう、ひなぴよかひなのかな、でゆいゆさんもひなぴよって呼んでくれるし、ちかこさんはひなのって呼んでくれるし、そうだからゆこにゃんさんもひなのって呼んでくれるから、昨日はすごい嬉しい三昧。
楽しかったです。メンバーには割とひなぴよ、いや多分青海さんの方が多いかな青海さんの方が多いかもしれないです。どっちかっていうと初めてひなの握手行った時呼び捨てしたけど緊張したかわいい。ぜひねまた皆さん遊びに来てください。また次公演出られるのを楽しみにしてね。次はいつ出れるかな。また出た時には皆さん 見に来てください。仕事柄お疲れ様と呼びます。お疲れ様ですお疲れ様です。俺はずっと待ってるからな待っててください。ぜひ遊びに来てください。皆さんまた皆さんにお会いできるのを楽しみにしてます。おはようサンフランシスコ、おはようサンフランシスコ。一応1時間は経過しました。本当じゃあそろそろ終わろうかな。ではそろそろ終わりたいと思います。もう5年くらい会えてない感じ。確かにね、本当そんなんだよね。皆さんにお会いできるの楽しみに待ってます。ありがとうね、長い間1時間も楽しかったです。バイバーイ、おやすみなさい。バイバーイ、また皆さんお会いできる日を楽しみに待ってます。バイバイ。これどうやって終わるんだっけ。なんか変なの開いてんだよね、ずっと。ちょっと割り方がわからない事件。ちょっと待って、これどうやってやるんだろう。終了のやつが出てこない。配信設定、これか。あ、出てきましたバイバーイ、おやすみ、バイバーイ。ありがとね、長い間みんな、ありがとね。じゃあねー。